やばい、もう限界だ。このまま行けば3分後にはジエンドだ。タカシ、お願いだから早く出て。無理だって。他のトイレ行きなよ。いや、全部埋まってたの。学校中のトイレ全部使用中だったの。起きてはならない奇跡起きてたの。ここ以外のトイレで代わってもらってよ。先輩かもしれないじゃん。面識ない人をせかす恐怖わかる。確実に同学年しかいないの。このトイレだけなの。でもまだクリアできてないし。クリア？今クリアって言った？まさかゲームしてる？ちょっと誰か早く出てあげて。あと2時間は無理です。もう休み時間終わってるよ。なんなら授業も終わってるよ。そんなヤバいなら病院行きな。病院に行ったらケビ呼ばれるから無理です。はい、論破。何が論破？何も論破できてないし。てかケビ呼んなら早く出てよ。ボンボンハロー YouTube。 誰か YouTube 見てる？何してんの？早く出て。うるさい、今撮影中なの。撮ってる方？見てるんじゃなくて？それ今じゃないとダメ。今日は僕の部屋紹介していきます。うん、家で撮って。ここ学校のトイレだから。呼ぶ。便器にハマった。大丈夫？先生呼びに行ってあげたいけど動いたら終わっちゃう。おー、ズボン流されちゃった。そんな体勢？てか流れる勢いすごいな。普通詰まるだろ。よし、行け行け。車が報告まで。これが無理のベッドで。上手も流された。何この地獄みたいなトイレ。最後の砦がこことか終わった。本当に誰かお願い、代わって。いいや、返事だけ。行動しよう。いいと思うなよ。なんで？厳しいな。ここがうちのお風呂で。まだやってるよ。いい加減終わって。どこの部屋も同じトイレじゃん。そしてここが隣の部屋です。ちょ、まさしく何が起きてるの？トイレ同士つながってるの？中にドアついてんの？わあ、眠くなってきた。ちょっと寝るか。トイレで寝る意味ある？教室でもできるよね。本当にマジでヤバいって。そんなにヤバいなら別のトイレ行ってみたらいいじゃないですか。もう多分空いてますよ。はい、論破。だから論破できてないから。えい、もう背に腹は変えられん。空いてると信じて一番近いトイレ行くしかない。今ならまだ間に合う。まこと頑張れ。君ならできますよ。高評価とコメント。本当に応援してるよみんな。それなら代わってよ。チャンネル登録よろしく。なんとか別のトイレにたどり着いた。もう他のトイレに向かえる体力は残ってない。ここに全ての望みをかける。頼む、開いててくれ。全部閉まってる。だよね、知ってた。あの誰か出られませんか。お前2年か。やばい、先輩だ。しかも怖そう。はい、2年生です。そうか、俺も1年だ。いや、後輩だよ。なんでこんな上からなの。俺も1年だ、よろしく。僕も1年、仲良くしよう。みんな上下関係バグってる。別にいいけども。俺は小6。なんで小学生いるの。中学校見学飛び級じゃなくて。誰でもいいからトイレ変わってほしいんだけど。それは無理だ、遅刻50回目のペナルティで昼休み中トイレ掃除なんだ。タイミング悪いな。他の人は。俺は宿題忘れ50回目のペナルティで。ペナルティかぶり。逆にすごいな。僕も窓50回割ったペナルティで。治安悪くない。このトイレ遅刻魔と忘れ物常習犯と窓割りの達人集合しちゃってるの。俺はデュクシュ50回やったペナルティ。デュクシュでトイレ掃除どういうこと。よりによって全トイレ埋まってる日に限って。ああ、だって今日ペナルティの人50人いるもんな。犯人1年生かよ。ほとんどのトイレ1年生が掃除中なの。問題児だらけじゃん。てか先生も日にちずらすよ。あの、ちょっとお願いだから3分だけ変わってくれない。怒られるから無理だ。なんでそこは真面目なの。遅刻50回もしてるのに。そのくらい掃除休んでも大丈夫だよ、バレないってね。まあそうか、じゃあ3分だけな。3分経ったらドアぶち破るぞ。その方が怒られるだろ。本当にありがとう。はい、どうぞ。って、あ、先生。おい、里中、掃除サボるな。ペナルティで30分追加掃除だ。いや、里中くんごめんなさい。でもその前にトイレ借ります。暴いてたんて私の